アジア最大級の IT ・エレクトロニクスの展示会、CTECジャパンが明日からの一般公開を前に報道陣に公開されました。今年の注目は人工知能を搭載したロボットです。この卓球ロボットを上級者か初級者を判定し、球を返してくれるんです。オムロンの卓球ロボットはラリー開始からわずか5秒でラケットの振り方や球の速さなどから技術レベルを判定します。上級者ほど早く取りづらい位置に返球するよう進化しました。ゆかさんの好きな番組が始まりますのでテレビつけますね。シャープのロボットは一緒に生活することで利用者の好みを学習し、テレビのチャンネルを変えたり室温を調整したりしてくれます。人工知能以外ではパナソニックが鏡に内蔵されたセンサーでシミを感知し、厚さ1万分の1ミリの極薄シートでシミを隠す技術を世界初公開します。明日からの4日間で15万人の来場者が見込まれています。